それでは今回はホワイトアスパラの農家さんから教えていただいた食べ方、ホワイトアスパラのグリルの作り方のご紹介です。まずは下ごしらえです。ホワイトアスパラの穂先、上から5センチより下の部分をピーラーを使ってしっかりと皮を剥きます。ホワイトアスパラはグリーンアスパラに比べて皮が厚いため、このように上の方から下の方までしっかりと皮を剥きましょう。皮を剥きましたら次にオリーブオイルと塩を振りかけます。火は焦げやすいため、このようにアルミホイルで覆います。このように焦げ目がつきましたらひっくり返します。ホワイトアスパラのグリル完成です。